先生は今回商品生産のグローバルな理解とフェアネスという道徳的価値の理解を掲げて貿易ゲームを教材とししたた授業に取り組まれまれこの教育目標授業の狙いについて児童の実態も踏まえつつ改めてご説明をお願いいしますはい、私たちの生活を支えているさまざまな商品はグローバルなネットワークの中で作られる共同の産物だと考えています。 しかしながらそのようなグロ,ーバルのショグローバルな商品生産においては経済的な弱者からの搾取という部分が否めないかなと思いますしかし子どもたちはそういう部分をあまり知らないので今回の授業を取り組むにあたって、えー、身近なチョコレートなどを示しました子どもたちは基本的大体100円ほどで買えるチョコレートなんですけれども これに生産者にはいかほどの金額が戻っていくといいますか届くのだろうということを問いかけた時にだいたい50円だろう70円だろうっていう意外と高い値段を出してきたんですけれども私の方で実は原材料を栽培しているいわゆるカカオを栽培している子どもたち生産者であったりには1円から3円しか届かないことを 届かない現実を伝えました制度はすごく驚きながら、えー、私たちが安く手に入れる商品の裏側にはそういった現実があるんだなっていうことに気づいていてきました今回扱うフェアトレードとは開発途上国の作物や製品を適切な価格で取引することによって生産者の生活向上を促す仕組みだと思うんですけれども。 そうした仕組みを小学校6年生において考えたり議論し合うことはこれからグローバル社会を生きていく子どもたちにとってはとても大切なことかと思いこの授業を設計してきました授業では紙やハサミといったものを資源や技術に見立てて展開していきましたこの活動を通して子どもたちは世界の国々には 資源や技術的な格差がたくさんあることに気づいていきました今回こういった長方形や三角形という簡単な図形を作るだけの作業活動を通してですがあるグループは紙しかないので作り出すことが非常に困難でありたくさんの道具などが揃っている国は すごく簡単に図形を作ることができましたその活動を通して世界に同様,に世界同様のことを世界,で世界情勢で考えてみると資源がたくさんある国と逆に資源は少ないけれども技術や技能といった知識が豊富な国。 が存在することに気づき、その両国間でさまざまな葛藤ややり取りが行われていることに子どもたちは気づくことができるかなと考えていま考えて授業を行いました。そうしたグループ活動を行う中で葛藤が生じ、気持ちのぶつかり合いが、えー、授業内でたくさん起こっていきました。そういう活動を通して今。 の世界で起こっている現状に目を向けたときに僕たち私たちができることは何なのかどういうことにを考えていけば両国間の格差が少なく少しでも少なくなるのかそういうことに思いを馳せた生徒がたくさんいました注目してほしいことは授業の中盤で意図的に教師から商品のある商品の価値を暴落させたり 途上国に資源である紙を追加したりしました。そうすることで先進国は商品は作れているんですけれども資源が減ってきたときにはどういう気持ちになるか途上国は資源を活用し新たな交渉ができないかどうかもしくはこれまでの交渉がいかに不公平なものであったかなどに 思いを巡らせながら考えたりやりとり交渉することができるようになったと考えていますこのように道徳の授業では子供たちの心を揺さぶることを大切にしますそこで大切になるのは問いだと考えています問いをきっかけに 子どもたち同士のあ、まあ、他者のさまざまな意見を聞いたり議論する中で多様な価値観が存在することに気づけてくると思いますもちろん他者の考えを知ることが目的だけではありません他者の考えを知ることで自分自身の考えを再分析したり再構築したりすることができると考えています今回授業中盤で取り入れたルール変更は ただのルール変更ではなく新たな問いとして子どもたちに葛藤や生察を生むための一つの大きな仕掛けだと私は考えています。